っぱり日本の文化、やっぱ言葉もそうですよね。日本語っていうのは本当に日本人も日本の、小さな島国のね、こう単一言語みたいなところがありますので、やっぱその日本語の美しさ、日本語をやっぱり知ってもらいたいなっていうのもあるんですよね。だから、なんかその日本語の響きがいいですねって言われるとやっぱ嬉しい。だから必ずその歌の中に日本語も入れるし、その置物、多分置物というこう文化をお見せしたりとか、やっぱりそういうのは、ことあるごとに続けてはいきたいなと思ってますよね。